目のネクスターズは先週に引き続き2021年を振り返る総集編&反省会スペシャル。また取材後プロの格闘家になった2人のネクスターに迫ります。マサマジックのチャレンジマジックは衝撃サプライズの裏話をお届け。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。はい、ということで始まりましたネクスターズです。イエイイエイ。この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。今回のネクスターズは先週に引き続きファッションさんと一緒に2021年を振り返り、今後の番組作りに生かしていこうという総集編&反省会を行いたいと思います。2021年は陸上短距離界のネクスター平川キラ君から始まり、新しくご紹介したネクスターは36名、リモート取材を含めるとおよそ60名のネクスターが番組に出演していただきました。その中で我々の取材後キックボクシングでプロデビューを果たしたライオットジムギノワン店に通う下地奏人君と、名護ムエタイスクールの山里真央さんにリモート出演していただきました。では早速、学生ながらプロの格闘家として活躍する2人にいろいろ聞いていきましょうか。でさ、まあ、お二人に聞くんだけども、実はね、はい、もうプロデビューをしたという話で聞いたんだけども、かなと君、あのデビュー戦はいつだったの？デビュー戦が10月の半ばぐらいにあります。去年の10月の半ばぐらい。場所はどこだったの？大阪でありました。ああ、そっか。緊張もせずに試合臨めた？緊張しすぎずって感じだったんですけど、うん、あの試合まで結構なんかスケジュール表みたいに割り振られてるんですよ。この時間帯にあなたの試合ですよみたいな感じで、けどなんか準備してたらその予定よりも30分ぐらい繰り上げて早かったんです、自分の試合が。だから結構バタバタして、でなんかもうめっちゃ緊張する余裕もなくてみたいな感じでした、ね、うわ、そっか。スケジュールより早く試合開始になって、もう準備も慌てた感じだよね、はい、慌ててましたいえ、もうこの喋ってる段階で慌ててるから相当慌てたんだろうねあ、でもよかったっす。やば、そっか。ちなみに結果はどうだったんですか？あ、結果はあの1ラウンドに KO 勝ちしましたいや、こんだけ試合巻いてるっていうのにまた試合巻いちゃってどうすんだよお前初めての大阪に加え試合時間も早くなったりと気持ちを作るのが難しい状況で、見事1ラウンド KO 勝利という最高のデビューを果たしたかなとくんはすごいですね。まおちゃんもデビュー戦したんだよね。はい。なおちゃんはデビュー戦いつだったな？これポスターなんですけど、11月28日にプロデビューしました、去年の。11月28日か。これは場所はどこなのかな？仙台です。仙台。はい。ちょっとさ、まあ、11月末の仙台ってちょっと涼しいというか寒いぐらいだと思ったんだけど、体は動いた？寒かったです。あ？寒かったです。でしょ？やばかったです。そうだよね。でも大丈夫だ。体はちゃんと動けた？はい、動きました。あ、そっか。で、優勢、ね。どうだった？真央ちゃんもさ、やっぱね、もう百戦錬磨でたくさんこれまで試合こなしてきたと思うんだけど、やっぱりプロのリングってなった時に、やっぱちょっと気持ち違った、いつもとは。もう相当違いましたね。このやっぱりプロになってたくさんの方から応援されるようになって、自分のためにじゃなくてこの応援してくれる方々のために頑張ることなので重みがすごく感じましたね、このプロっていう重みが。うん、確かにそうだね。結果はどうだったんですか？はい、判定勝ちで勝ちました。あ、なんとか勝ったね。よかったねよかったです。よかったです。緊張の中、
プロで3戦以上戦っている選手を相手に見事勝利した真央さん。いろいろなプレッシャーもあった中、期待に応える活躍はすごいですね。プロデビュー戦で見事勝利した2人。そんな2人はお互いに小さい頃から大会会場でよく見かけていたそうで、ジム同士の合同練習にも参加していたといいます。お互いじゃスパーやったことあんの？あ、はい、でも結構昔ですね。本当にいやでも結構前だった。2年前くらい。へえ、そうなんだ。いや、もっと前本当に結構昔。なるほどね。あ、なるほど。カナト君さ、ぶっちゃけちょっと聞いていいじゃん。まー、あ、ちゃんそこそこさ、顔もいけてるしおい、なんでこんな子がやるんだよみたいなのとかなかった、ぶっちゃけ？あー、そうですね、なんかこの顔も整ってるし、なんか結構成績も残して、なんかそのこの見た目からこの実績を残すっていうのがなんかすごいなって印象的でしたね。だよね。そっか、まあ、じゃあ真央ちゃん、ちょっと変な話していい？逆のパターンだけど、はい、例えばじゃあ理想の男性とかがなんかふわーって出来上がった時に、はい、もうすごいもう超弱くてもう助けてくださいみたいな、そんな弱い男性でも全然あり、はい、やっぱある程度やっぱちょっと力強い人の方がいい？はい。そっか、弱々しい男性はちょっと苦手です。あ、そっか、ハードル高いな。ハキハキしてる男性が好きです。あ、そっか。お互い切磋琢磨しながらプロの舞台で戦っていくことを決めた2人。そんな2人は大きな目標に向かって努力をし続けるといいます。今後の目標はタイで試合をすることが今目標で、このまずは仙台でタイトルマッチを取って、うん、そこからタイで試合できたらなって今考えてて。あ、そのタイといえば、まあね、そうだね、そのキックボクシングのムエタイがすごくやっぱ本場のイメージはあるんだけど、はい、やはりその向こうで試合するためにやっぱある程度日本で実績を残さなきゃいけないんだ。はい、そうです。なるほどね。じゃあどう、カナト君は今年中に沖縄の伝統あるタイトルで RKA っていうキックボクシングの団体があるんですけど、それを年内に奪還して、その沖縄のチャンピオンとして輝いて、でそこからその県外に出て日本取って、まあ、最終的には沖縄で世界タイトル戦をやったりとかってとこまで。2人ともまずは日本一の選手、そしてその先の世界を目標にして練習に励みたいと言います。すでに次の試合が決まっているという2人、これからの活躍にも期待したいですね。さあ、この後は特に反響が大きかったベストサプライズを振り返ります。世界から注目されるマジシャン、マサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。今回は特別編として、過去に街中で行ったサプライズで特に反響が大きかった3つの回をマサさんと一緒に振り返りたいと思います。まずは2019年7月に宜野湾市で行ったハートマークが瞬間移動するサプライズ。またこういうマスクのない日に戻ってきてほしいですね。皆さん、これ何か分かる？ザ・ストリートマジックですね。これが皆さん、手の中に何か入ってるって言っていかないと、しっかり押さえて、いいですね。ちょっと乾かして、ハートいくんですね。ハート取るでしょ。いい感じ。外した。これなんか何もいた。おー、すげー。怖い。感じた？なんか、ちょっとひっくり返してる。あった。いいリアクション。すげー。入った。入ってない。どんなリアクションだった？開けて。
悲鳴ですね、こういうリアクションやっぱ嬉しいですよね。わぁ、いやぁ、また外でやりたいですね、こうやって。こうやってまたお客さんの手の上でこう現象が起きるのって一番インパクトがやっぱりあるのかなと思うので、すごい僕もやってて楽しいですし、お客さんのリアクションも楽しいですよね。この人の手に映るんですからね、このハートが油性のわーってなりますよね。それそうですね。お次は2019年5月に那覇市で行った以心伝心サプライズ。本当にたま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 会った人たちですね。下校中の生徒さんです。お願いしていい？どう？じゃあお願いしていいですか？お互いがつながり合ってるかどうか。どうして？彼女見えないけど聞こえはするでしょ。開けてください。なんか感じました？触られた。これ確かに面接ってのは何のことか分からないですからね。何が起きたか説明してもらっていいですか？本気のこと僕そっち触ってないですよ。え？どういうこと？どういうこと？こっち触られる？ってことは2人ちゃんと繋がってるってことです、どっかで。反対方向でもやる。どうして？で、僕がポケットから出したカードを、あ、サングラスか。これ鼻でツンってやると、もう片方の目閉じてる女の子も鼻感じたって言うんですよ。開けて。なんか感じた？このリアルなリアクションがいいですよね。そうそう、それもあるでしょ。It's magic. Impossible? I'm possible. あれ、あれはマジックなんですか？マジックです。あれはマジックっていうかサプライズ。不思議ですよね。僕でも思いますもん、あれ毎回やるたび不思議だなって隣で見てるんですけど僕も。最後は2021年4月に北谷町で行った外国の方もびっくりサプライズ。外国の方がいるんですよね、近くにね、見てるギャラリーで。そうなんですよ、周りにストリートで海外の方もこうカメラの後ろから何やってんだ。ちょっと500円使って面白いんですよ。500円あげないです。あげないです。僕のです。ちょっとです。ちょっとです。と放り投げて引っ掛けるだけで。ひゆちゃん、大体マジシャンって袖使うさ。袖じゃなくて袖ないときはもう大体脇だわ。脇から。見てた？ちょっと見せて。昨日の結構寒くないか乾燥するの。マジです。One, two, three。やると。おお、すげえ。でキャップ取って1 2 3。ああ出ましたね。急にフレームインしてました。いやマジックやってて嬉しいと思う理由の一つですね。やっぱりこうやって海外の人の表現というかこうハグしてくれて、こうこれからね、もっとコロナが落ち着いたらもっとどんどんやっていきたいですよね。そうですね、はい、また北谷も宜野湾もまたちょっと繰り広げて行ったことないところもやっていきたいですね。そうですよね、はい、また状況が落ち着いたら町に繰り出し、学生に加えいろいろな方にサプライズをお届けしますので、皆さんも楽しみにしていてくださいね。今度はあなたの町にまたマジックが現れるかも。それではまた来週お会いしましょう。See you next time. 3週にわたってお届けした2021年の総集編&反省会スペシャル。2021年もいろいろありましたが、ファッションさんをはじめ無事何事もなく皆さんへネクスター情報を伝えることができました。これも関係者や皆様のおかげです。今年も全力でネクスターを応援していきますので、よろしくお願いします。はい、これから出会うネクスターの皆さん、そして情熱的に応援している視聴者の皆さん、今年も情熱的に放送していきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。それではいきますよ、せーの、 We are ネクスター、イエイイエーイ。